すげえとこや。すごいぞ。山やぞ、山。完全なる山。おお。センチコガネいる。センチコガネ。生きてんのかな、こいつ。センチコガネ発見しました。センチコガネ生きてる。あ、生きてる生きてる。こんなとこ歩いてたね。おーい、潜んじゃねえよ。待ってくれよ。はい。普通のタイプですね。奈良県の春日山にいるルリセンチコガネとはまた別物の普通のタイプ。この木はブナかな？ブナかか。ブナかかちゃ、ブナじゃなくて何だったこれ。けど、なんとなくこのクワガタがいそうでいないタイプの木ですね。クワガタ探すの無理じゃない？これ。ルッキング採集とか言うけど、ルッキングもクソもないぞ。わけわからん。もう木と葉っぱで、目がね。あと、この辺りは暑いですね。日が降り注いで暑いので、いない気がしますね。でもなんかこういう細い枝にたかっているイメージがあるけどね。こういう木ね、前回とライトは同じままですね。で、虫はというと全然来てないですね。甲虫でも来ましたね。ノコギリカミキリが1匹だけ。クワガタは来てないですね。今んとこ来てないですね、クワガタは。ゲゲ、カブトがそっくりそのままお腹食べられてますね。お、カブトいる。カブトいる。こんな山奥にもカブトいるんすね。こんな山奥やのにカブトいるんすね。めっちゃちっちゃいけど。メスのフェロモンに寄せられたけど、すでに死んでたっていう感じか。よいしょ。アカシクワタのメス。さか、こんな中にいるとは。お、いましたね。おお、飛んでるやん。来てるんや。これ、ミヤマですね、ミヤマ。何これ。カエル？何のカエル、これ。何のカエルっすか、これ。めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねる。めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねる。めっちゃ跳ねる。めっちゃ移動するやん。変なカエルやな。山系のカエルですね。山アカガエルとかかな。いました、いました。赤足のメス。けん、でかい。でかいでかい、めっちゃでかい、めちゃめちゃでかい。うう、超でかい。というわけで、10日は失敗しましたが、街頭でちょっと意外ではないか、ちょっといい感じの拾ってきましたね。アカアシクワガタのメス、これはちょっと汚いけど、アカアシクワガタのメス、こいつもアカアシのメス、ちっちゃいですね、小型の。で、もう一匹が、これもアカアシクワガタのメス。で、もう一匹ね、ミヤマのメスがいたんですけど、ちょっとポケットに入れておいて、で、他のクワガタ探してるうちにどっか行ってしまいましたね。
脱走しされた。で、でーん、でかい赤足クワガタ、赤足のオス、でかいですね。これはでかい。こんな赤足いるんすね。初めてです。めちゃめちゃでかいっすよ。めっちゃでかい。こう深山のメスと比較したかったんやけどね。ここまででかいのいたんだ。まあこれが一番の収穫かな。まあ今シーズンはもう無理かなと思うけど、来シーズンね、ちょっと暑くなってきたらこういう山間部に出くわ、繰り出して樹液採集よりもやっぱ透過採集にこだわろうかなと思いますね。本当はアカシクワタの樹液採集っていうかルッキング採集、気にたかっているところを捕まえたいんですけど、なかなかね、探してはいるんですけど、そういうあのクワガタがたかっている木がよくわからないですね。この山間部ってちょっとね、よくわからないですね。どういう木にたかっているのかわからないという感じです。はい、というわけでアカシクワガタがちょっと取れただけ。はい、やっぱ七不思議嫌がったな。七不思議の野郎嫌がったな。面白い形やな。色とかめっちゃリアル。変な虫やな。うー、落ち着いた。七不思議もテントの中に入ったまま触れないからな、こいつ七不思議。